バッサーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日の動画なんですが、開幕前に、2名の選手が怪我ということで、ちょっとね、大分からすれば痛いお知らせにはなるんですが、怪我した新田選手と池田選手のね、その症状と、いつ頃復帰するのかっていうことについてね、今日はね、解説できたらなと思います。ということで、早速やっていきたいと思います。ではまず、新田選手の、怪我の診断結果について、ちょっとお話をさせてください。新田選手ですね、1月11日のトレーニングにて、負傷しましたと。左膝内側側副靭帯損傷というね、ちょっと全文字漢字でね、難しいんですけども、こちらの怪我ですね、一体どういった怪我なのかということなんですが、こちらですね、基本的に膝の部分ですよね。サッカー選手では結構多い、怪我なんですけども、症状といたしましては、基本的に膝の、痛みですね。はい、膝をですね、その外側にすると激痛が走る、そういった痛みでございます。で、これをですね、治療せずにそのまま放置していた場合、膝前十字十字靭帯損傷を、合併を引き起こす可能性がありましてですね、さらにこう治療の難しくなるような、そういった怪我になってくるので、今のうちからですね、しっかりと治療して、治すっていうのが、一番大事かなと思います。新田選手はどのぐらい治療するのかとね、皆さん気になるところだと思うんですが、基本的にはですね、その損傷具合にもよるんですけども、1ヶ月から3ヶ月って言われてます。はい、サッカー選手ということなので、試合にも出るためのその準備期間っていうのも含めまして、個人的には、出るとしたら6月7月あたりなのかなと思ってますね。治っても、リハビリまたは、筋肉トレーニングなどがありますから、大体そのぐらいになってくるのかなと思ってます。大分からすればね、新田選手の怪我ということで、シャドウのポジションに、梅崎選手、町田選手、また野村選手とかいますから、新田選手が帰ってくるまでは、サポートし合いつつやっていってほしいなと思います。続きまして、池田選手の怪我の診断結果についてなんですが、池田選手ですね、1月21日の、トレーニングで、負傷したということで、怪我の診断名がですね、グロインペイン症候群っていうね、トリサポからしたら、聞いたことある、名前だと思うんですけども、そうなんですよ、ミサオ選手がですね、鹿島アントラーズ時代の時に、グロインペイン症候群っていう、怪我で、悩まされて、で大分が獲得して、大分で直して、で鉄人並みのフル出場を果たしたということもあって、池田選手も、大分でしっかりと直して、復活したら全試合出場してくれるような、そんな気がします。はい、知ってる方はですね、もう知ってると思うんですけども、もう一度ちょっと、おさらいなんですが、グロインペイン症候群という症状はですね、基本的には、キックの動作の時に、お腹あたりというか、お腹の下ですね、はい、下腹部あたりの方に、力を入れた時に、その周辺に痛みが発生します。でこの怪我って、何度か繰り返してしまうと慢性化して、それが癖になってしまったりとか、そういうのがあるらしいですね。でこのグロインペイン症候群を、そのままにして、無理にプレーしてしまうと、本当にその悪循環を生み出して、それが癖になって、慢性化してしまいますよというね、そういった怪我でございます。いつぐらい復帰するのかって言われたら、正直、この怪我に関しては読めない部分はあります。はい、というのも、怪我が診断されて、2週間は、スポーツができなくて、症状にもよるんですが、それでも治らず慢性化してしまった場合、手術もやむを得ないっていうところもあるので、正直読めないですし、半年はかかっちゃうのかな。はい、三沢選手もなんかもね、その怪我に、苦しんだ一人でもありますけども、ただ、復帰した後に、大分でねフル出場するぐらいの、その活躍を見せてくれてるので、今は安静にして、治療に専念して、新田選手もそうですけども、しっかりと怪我を治して元気な姿で大分のピッチを駆け回ってくれることを願っております。あと大分にはね、何でも治る温泉効果というのはありますからね。はい、ぜひね、大分の温泉に使ってでも温泉で治療して、本当ね、元気な姿だけでも見れたらね、鳥サポはめちゃくちゃ喜びますので、早期に治ることを願っております。池田選手と新田選手が、抜けたっていうのは本当にちょっと痛いのかなと思いますが、
ただ、まあ、ボランチの部分であったり、シャドウの部分であったり、まあ、大分は今年バランスよく選手の補強もできてますし、まあ、逆に言えば大分の若手はそこがチャンスなんじゃないのかなと思ってます。はい、佐藤常成選手であったり安田選手であったり、大分の若手からすれば、まあ、スタメンを勝ち取る大チャンスなんじゃないのかなと思ってます。まあ、もちろんね、池田選手、新田選手をサポートしつつ、このレベルアップも含めてチーム全体で戦い抜いてほしいなと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで、また。